こんにちはウリムラジオの中田律子ですこの番組は平日毎朝6時15分より15分間の「心と体のストレッチ聞くだけヨガ」を配信している有料オンラインコミュニティウェルビーインドの伝統医学アイルベーダー的な思考でいろんなお話をしています。何かの作業や家事や仕事のおともにお聞きいただければ嬉しいです。 ベルビングラボウリムの詳細は概要欄をチェックしてください。こんにちはウリムラジオの中田律子です。今日は9月26日かな木曜日です。よいしょ皆さんどうお過ごしでしょうか。<laughs> あの今日。 我が家の家の前が今絶賛工事中でお家がね2軒建ってたんですけどそこが取り壊されてなんかね区画整理されてお家が建つみたいなんですけどもしかすると工事の音が入って聞きづらいかもしれないんですがごめんなさい。今日はイインスタライブで話して欲していことを あのー、募集してた時にいただいた質問にお答えしていこうかなと思います。えー、質問が「人と比べてしまうことはありますか私は、えー、よく比べてしまいます」っていう質問です。ありがとうございます。まずもう答えを言っちゃうとあります私ももちろん。 これない人いるのかなっていう感じなんですけど逆にねどうだろうない人もいるのかなもちろん私も人間だしやっぱりこうやって今ねいろんな人の情報がスマホから一瞬で知ることができるっていう時代なので 人と比べるというかまあ人と比べるというかそうだな羨ましいって思うことはもちろんよくありますうん例えばあ例えばね昨日,昨日ちょうどミニマリストの方の YouTube のルームツアーを見てたんですよ。なんかおすすめに バーって流れてきて何気に見たんですけどその方が今まで見た私のね今まで見たミニマリストの中でもうズバ抜けてものが少なかったんですよ。ルームツアーなんですけどなんかこうマンションの内見に来た時みたいな何にもないっていう私びっくりしてしまって。 もの物が少ないとかいうレベルじゃなくものがないもう私からするともうものがないっていう感じのお家だったんですよ。でこんなにものがなくても生活ってできるんだなって思ってこれ,これあのディスってるのでも何でもなく本当にシンプルにそう思って。 自分のものの多さにちょっとびっくりしながらなんか憧れとかじゃなくてただただ驚きながらそのルームツアーを見てたんですよね。でお子さんもいる方なんですけどやっぱり環境ってすごいなと思うんですけどお子さんもものが全然なくてまあその時ももちろん娘の机の上のこう わーってなってるのと比べてはあってなったんですけどなのでそうやって情報が入る分いろいろ見れてしまうので,で楽しいし比べてしまうことってやっぱりありますうんでいいなって思うこともやっぱりよくありますただ ななんていうのかなそれもしょうがないことと思っていてやっぱり自分っていう軸がもともとあるからそうじゃない自分と違う人に対して魅力を、ね、感じたり憧れを抱いたりするものなので,でやっぱり例えばその憧れを抱いたりとかすることであじゃあその人になるとかじゃないけど。 この人のそういう部分素敵だな私もできたらそういう部分があるといいなじゃあ何からできるかなっていうきっかけの一つにすればいいと思っているしきっかけになると思っているのでそういうことが。なので比べてしまって自分で落ち込むっていうことはないかなっていう感じです。で 質問をくださった方はきっと比べてしまう自分にこうちょっと嫌悪感みたいなものを感じているのかなと思ったんですけどうんそれもすごくわかるし私ももともとどっちかというとすごく比べてああ私はダメだ私は何にも持ってないとか何にもできないみたいな部分があったなって思います。 みんなに「ええーって言われるんですけどこうやって言うともともとは全然そういう部分ありましたもっと若い時かな20代とかかなで徐々に徐々になぜそれがなくなっていったかっていうとなんとなく自分の大切にしているもの自分が大切にしていることとか自分はこうかなっていう好みとか そうういのが分かってきたからこう他の人を見てああいいな素敵だなと思ってもでも自分はこうだからっていうふうにこう別物別の人として割とこう。 うん、俯瞰して見れるようになったのかな自分は、うん、で、その昨日の例えばミニマリストの方の本当に何もないルームツアーを見た時にうわ、ここまでないのかっこいいなって思ったんですよねで、私も昔よりだいぶ物が減ったとはいえ全然そこにはもう程遠いし今日もちょっとね服を整理してたんですけど 全然捨てられなかったんですよ全然手放せなかったんですよ。もうちょっと減らしたいなと思ってやったんですけど。うん、でも、うん、それで落ち込むっていうのじゃなくあ今の私にはこれは手放せないんだなとかこれは持っときたいんだなっていうふうに思うし。 やっぱり私はやっぱりどう頑張ってもあ,そのあのもの少ななさはでできないって思うんですよねあの物自体も好きなところもあるしお買い物も楽しいしただそのお買い,買い物の楽しさとか質っていうのはだいぶ変わったので本当に気に入ったものを買う。 っていうところにどんどんなっていってるしその物が増えるスピードも減っていってるので例えば物を増やしたら1つ減らすとかそういうふうにもできるようになったしなんか私の中のちょうどいい塩梅っていうのはその人とは違うのかなっていうふうに思いながらでもやっぱりもちろん物の量を比べて。 もうちょっと減らせたらいいなっていう刺激にはすすごいななりますよねなんか誰かと比べるってことはその人に対して憧れだったりを抱いてるってことだからそれに対して嫌悪を感じることはないと思うしそうじゃないからその人と違うから。 自分がいけてないとかダメだみたいなものでは全くないと思うのでなんかその憧れを抱けるからこそ自分がまたいろんな挑戦ができるきっかけになると思っているのでその比べた時の気持ちが大きいほど自分が これからやりたいことのきっかけが見つかるのかなって思ってます。ね SNS ってその辺のこうやっぱりはいいなって思わし思わされることがいっぱいありますよね。なんかすごくこうリゾートに旅行に行ってたりだとか、長期間の旅に行ってたりだとか、すごく素敵なお家に住んでたりだとか、あの素敵なお洋服着てたりだとか。 いっぱいあると思うんですけどある程度そのうんそこはそこと思って見ているところはあるかなでも、まあ、もちろん SNS 以外でも、ね、リアルにこうあのリアルに接する人たちに対して比べてしまうことももちろんやっぱりあるとは思うんですけど。 やっぱり自分で今の自分に OK 出してあげたいなって思うんですよねであの今ちょっと思いついたのがメイクあるじゃないですかメイクって私本当に大好きでもあの最近そんなしてなかったのにまたあの、ね、やるようになってすごいやっぱり楽しいなって思う,のうんですけど。 それは何でかなっていうふうに自分でこうちょっと掘り下げてみたんですよね。で自分で毎日自分で選択して選択っていうのを選ぶっていう意味チョイスして選択して自分でメイクをしてで自分で「よし!」って「OK!」って自分に「Go」を出してあげれる。 とところがすごくいいいなと思っていてで例えばちょっと今,今日のメイクいまいちだなって思ってもまあ今日はこれでいいじゃんこれで OK これでいこうみたいなまた明日あの違うメイクにしようみたいな今の時点で OK って出してあげれることを自分の あんばいでできるっていうのがすごくいいなと思って、ね、メイクも足し算引き算できるし今日はこう休憩してノーメイクにしようとかそういうこともできるじゃないですかなんかそうやってちっちゃいことでも自分の中で「よし!」ってしてあげれるってすごくいいなと思ってだから例えばね顔とか自分の。 顔でもコンプレックスがあったとしてあの人はすごく鼻が鼻血がキュッて通っていてとか目が大きくてとか、あのー、いろいろあるじゃないですか比べてしまうところって。でも自分の持っている中で自分で楽しんでよし OK ってしてあげることってすごく大事だなって思うんですよね。かメイクでもそうだし運動でももそそううだだしし運動自分の 体型でもコンプレックスって誰でもあると思うんですけどでもその中でいろいろやってみて例えばちょっと姿勢の調整をしてあげるだけで見え方って変わるだけで自分でお「おっいいじゃん」って思えるねじゃないですかそういうのがすごく大事だなと思っていてなので「比べる」っていう気持ちをなくすっていうよりもその「比べて」 比べるっていう憧れの気持ちを自分の中でこうスパイスとか肥やしにしていくみたいなふうに捉えていくと比べてしまう自分に嫌悪を感じなくていいんじゃないかなって思いましたあのー、もちろん私も若い時は若い時でコンプレックスもあったし年齢を重ねていくと こうしわとかほうれい線とかたるみとかくすみとかいろいろ出てくるじゃないですかでもそれを否定するんじゃなくて今自分の持っているものとして受け入れた上でじゃあそれをどう活かせるかみたいなもちろんあらがったりするんですよ。そのパックとかして くくすみをなししたいと思うしメイクの道具を選ぶときにやっぱりその自分が思う気になるところがカバーできればいいなと思うけどそのカバーするのも選べるしカバーしないっていうのも選べるしっていういつも自分で選択できるっていう部分があるって思っておきたいなと思います。どんなことも 比べることってたくさんいろんなことがあると思うんですけど SNS とかは SNS じゃなくても外から見える見てる部分ってあくまでも外から見てる部分でその人が実際どうなのかっていうのはやっぱり分かんないし外から見てそう思ってるっていうのは 私の主観であるっていうことも忘れたくないなと思いますっていう上でその軸を持った上で憧れたり真似したいなって思ってみたりしていきたいなと思いますやっぱりそう思えるからこそいろんな挑戦ができるなと思うのではい、何か参考になれば嬉しいです私もいっぱいありますコンプレックスも うらやましいなとかいう気持ちも、まあ、嫉妬まではいかないかなだからそこですよね結局自分が持っているものをどうやって自分でよしって思えるかそのためにどんな道具を使っていくかはい、えー、いつでもまた質問など話してほしいテーマなどあればメッセージください。 えー、有料のオンラインコミュニティウリムは現在、えー、新規メンバーさん募集中となっております今月はあの瞑想の前のちょっとした動きをこうテーマを設けて1週間ずつやっていったんですけど10月も膝の認識とか、えー、骨盤とか背骨の動きみたいなこともやっていけたらいいなと思ます。 っていう風にちょっといろいろ今考えております。はい、ではでは今日もお聞きいただきありがとうございました。売りも聞きになる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。また次回もよかったら聞いてください。えー、朝晩ちょっとね涼しくなってきましたがお体気をつけて元気に行きましょう。では引き続き良い一日をお過ごしください。